三国史。第二百七話。都南の巻、冠中平丼。急に技巧があなたと加工順の二人に内々密議を図りたいとのお胸である。すぐ不動まで起こしありたい。各からこういう手紙が来た。使いを受けたのは曹操の一族、宋人である。何だろう 宗人は落中の屋敷からすぐナイフへ急いだここの清張の府でも宗人は義公の一門に連なる身なので肩で風を切るような態度でどこの門も大威張りで通ったすると曹操のいる中道の入り口まで来ると「こら待て!」と何者かに追加された見ると居長が狛犬のように 剣を掴んで番に立っている。がめるのはもちろん彼である。なんだ、キャッチャー。なんだではない。閣下にはどこへお通りあるつもりか。議校にお目にかかりに来たのだ。わしの顔を知らぬ貴様でもある前に、なんでがめるか。議校にはただいま、お昼寝中である。とってはならん。幼人なら知らぬこと、わしが通るに、なんで差し支えがあろう。 お昼寝中でも構わん。いや、いかん。なんだ、上官に対して。俺は義行の憎しんだぞ。たとえ、どれほど親しいお方であろうと、断じて君のお許しを仰がぬうちは、御神辺へ寄せることはいならぬ。教長、身は美仙なりとはいえ、君の内事を受けたまわり、御神辺の稽古を仰せつけられて、ここにあるからには、その職権をもって固く拒む。 技巧がお目覚め遊ばしたら、内意を伺ってご案内する。それまでは外でお控えなさい。どうしても通さない。ガとして僧人を入れなかった。やむなく待っているうちに、ようやく早々は昼寝から起きたとはある。僧人はやっと通されて技巧に会うと。いや、今日はひどい目に遭った。協調という奴は実に頑固な男ですな。 とありのまま話した曹操は聞くと「それはここらしい。彼のような男がいればこそよも枕を高くして伏すことができる。と」とかえって彼の忠誠を大いに褒めた。間もなく加工順も来た。核も顔を出した。他でもないがと曹操は3名をそろえてから。 今日の用向きを語り出した。近頃よくよく考えるとどうも食をあのまま放っておくのは将来の体感だと思う。なんとか今のうちに玄徳を食から切り離す方法はないだろうか。加工順がすぐ答えた。それをなすには、まず問題は漢中ということになるでしょう。漢中は生殖の扉のようなものですから。大きにそうだが、 冠中の状況はどうだ今ならば一個として打ち破れましょう。冠中にはどこといって支持する国が他にありませんから。では、生成の大旅団を至急編成して、まず、長老を打つとするか。あそこを取れば諸の兵は、との口を封じられた両僧のネズミみたいなもので、中でイグイを続けていても、その運命は知れたものです。 それは、核の源だった。冠中は間もなく、騒動した。中んづく。長老とその一門は、連日軍議に追われた。義の大軍が三手に分かれてくるとはある。一手は加工順、一手は宋仁、一手は加工園と長江。そして曹操は自身、その中軍にあるという。どうして防ぐか。まず、 漢中第一の兼を傭兵艦を中心に守るしかあるまい。長英を対象に、陽光、陽人など、続々漢中から前線へ発した。傭兵艦は、その左右の山脈に森林を要し、長い裾野には、諸々に剣素もあり、一望雄大な戦場たるにふさわしかった。漢をへだつこと十五里。 すでに義の精製軍の戦法は陣地を構築し始めていた。この傭兵官の除染では義の戦法が大敗を喫した。敗因は義の兵が知性に暗かったことと、官中軍がよく奇襲を図って義の戦法を各所で寸断し、その孤立した軍を捕らえては殲滅を加えるという戦法に出たことが走行したものと見えた。 若い若い、何時らの攻撃を見ていると、まだまるで辞儀に等しい。曹操は、事故の中軍へ、前線からなだれ打って逃げてきた先方の集隊に怒って、その対象花公園と長工にそう言った。そして自身、先人を編成し、巨著と徐工を従えて、一高地へ登った。傭兵間の敵が見える。 曹操は鞭を刺して「あれが長英の陣かほどの知れた夫人何ほどのことがあろう?」と言ったその言葉と同時に背後の一山から衆のように矢が飛んできた驚いて急に振り返ると敵の陽光、妖人妖兵などの旗印が攻め鼓に指揮を振るって四鬼を振って 猛うの大鳥を逃がすなと、麓の大路を立ちにかかった。この日から次の日の戦争にかけて、義軍はまたしても莫大な兵を存じた。三日目にも挽回がつかず、曹操も苦戦に落ちて、万死のうち一生を拾って逃げ帰ったほどである。陣を七十里ほど引いて退治すること五百四日。 曹操も容易に抜きがたいことを悟ったか。ひとまず京都へ帰って、さらに出直そう。と触れた。一夜のうちに、義の世紀は、忽然と書き消えた。冠中軍の威嚇では、今こそ退く義兵を追って、徹底的に殲滅すべし。となす、陽光の説といやいや、曹操は冒険の多い人物だ。うかとは追えない。 という用心の説とが対立していたが結局陽光は画説を張ってついに5歳の軍馬を挙げて追撃に出てしまった漢中の破滅はこれが重大な一因を成したせっかくここまで勝ち続けていたものを曹操の刑に乗っていっぺんに無にしたものであったなぜならばその日無風といって 大陸的な気流の激しい中に、史跡も若かたほど、濃霧が立ち込めていたのである。陽光の軍勢が出た夕方、開門開門と、傭兵館の下で、群馬がひしめき叫ぶので、出場、味方が帰ったものと考え、門を開くとともに、なんぞ測らん。義の加工園が、三千の精鋭を連れてドッ、ど、ど、 と突きき入ってきたのだってたた。のだ奇襲好きな勘中軍へ、今度は逆手を取って、奇襲したものである。義兵は城内へ、込み入るなり、八方へ火をかけた。世に入るし、留守は手薄であったため、炎の上等を高く、たちまち、義の旗が立てられてしまった。総司令の長英はいち早く南帝へ逃げ落ちてしまい。 陽光は後方の火の手に驚いて追撃をやめ、慌てて引っ返してくるとその途中、待っていたとばかり、隠れていた巨巨の手勢に捕捉されて、寒布なきまでに粉砕され、陽光自身もあえなく、かばねを矢にさらしてしまった。残る陽人も、長英の後を追って南帝館へと逃げ延びていったが、この惨めな敗戦に、 漢中の長老は激怒してそれ以上引く者は即座に首をはねると厳重な特選令を出したそのため用心は再び傭兵官を刺して戦いに帰っていったが途中盲信してきた花公園と出会ってこれもまたあえなく路傍に戦死してしまった曹操の大軍は切り開く戦法の快速に続いて 傭兵官を抜き、続いて南帝館まで一息に来てしまった。館中の府はすでに四庫の間にある。長老は事態の重大に震え上がって。今や存亡の最後に迫った。誰かこの気球に当たって館中を救う者はないかと文武の百官に逮捕した。それは。 宝徳しかありますまい。馬長がこの国へ連れてきたあの宝徳、あざ名を霊名というあの人物しかありません。冠中の一生、英法は叫んだ。馬長はすでにこの国にないのに、馬長の一族の宝徳だけが、どうして一人冠中に残っているのか。人々の中では、いぶかるものもあったが、長老はもちろん知っていた。 馬長が職の下房館へ行く時法徳だけは病のために功を共にしなかったのであるその後病も癒えて近頃は元気だとも聞いている「なるほど彼ならば」と長老は膝を打って栄誉の信玄を入れすぐ呼びにやった法徳はこれへ来て重大な命を受けるや この国へ来て一路の恩用をこむる以上、この国の難を傍観しては義に背く。と一言のもとに伏して、長老の手から正気を受領し、兵一万余期を合わせ受けて、直ちに前線へ赴いた。報徳来たる。と聞くと曹操は、彼は聖猟の優勝でまた、馬長のここであったもの。 何とかして手取りになし、義の味方にしたいものだ。おのおのその心へあれよ。と、全軍の諸将へ内示した。さらば、彼を気づかれさせん。と、諸軍は、もっぱら神経線を企んで、一番、二番、三番、四番、と、数段に備えを立て、いわゆる、車係となって、順番に接戦しては、たちまち尻ぞき。 またあなたが出てはすぐ次へ変わるという戦法を取ったしかし宝徳は疲れない仲んづくこの間にさえ巨女と馬を掛け合わせ列戦五十四号に及んで勝負なしに引き分かれながらなお余裕しゃくしゃくとして次の備えに当たっていたさすがは清凌の宝徳近頃見ない絶倫な武芸者だ 敵ながらあっぱれなと、義の全軍中で大きな評判になった。さもあらんと曹操も北曽縁で、あたかも森林の中で、美しい小鳥でも追い回している少年のような心理に似て、なんとか生けとれんかと爪を噛んだ。核が一計を授けた。そのせいか、明くる日の戦いでは、 魏軍は崩れたって、十数里退いた。宝徳は魏の陣屋を占領したが、いつになく敵の勢いに手応えがないので、決して油断はしていない。果たせるかなその夜半、義の大軍が四方から怒ってきた。宝徳はその策には乗らぬとばかり、鮮やかに南帝城内へ引き上げた。占領した陣屋には、 たくさんな兵糧や軍需品があったので、それらの路角品は皆先に城内へ搬入させ、艦中の長老へは、莫大なる戦利品を得、かつ、曹操の一陣営を占領す、と吉報を知らせておいた。ところが、この戦利品搬入の増軍の中に、義の艦長が変装して混じっていたものと見え、城内に住む 呂者の屋敷へ、その男がそっと訪ねてきた。手前は、儀公曹操の腹心のものですが。と男は、ひるみもなく正面を切って、さて、自分の肌につけてきた黄金の胸当てと曹操直筆の書簡等を取り出して、まず、ご一覧ください。と言った。呂生は、漢中の重心だが、 常に賄賂を好み、悪辣な貪欲家としては、有名なものだったから、黄金の胸当てを見るとまず目を細めた。ほう、問いしたものと、水前線ばかりな顔色を示した。のみならず、曹操の文には、彼が無双もしなかった、恩釈の工事をもって、裏切りを進めてある。よろしい、かしこまった。 一も二もなく、幼少は内容を訳した。彼は漢中へ行って、すぐ長老へ残言を呈した。すなわち、宝徳の行動をである。馬長の身内はやはり馬長の身内でしかありません。彼は本気で戦っていないのです。せっかく義の陣屋を占領しながら、たちまちそれを敵に返し、帝翼南帝城へ引っ込んでいるという調子です。 さするところ、曹操と内通しているかもしれません。一つ、お調べになる必要がありましょう。長老は、このネーに乗せられて、すぐ宝徳を呼び返した。何事かと、取る者も,もとりあえず帰ってみると、長老は宝徳の姿を見るや否や。この暴音の止め、よくも曹操と内通して我が軍を打ったな。 思いもよらぬ怒り方で、果ては首をはねんとののした。まずまず、そう怒り遊ばしては身も蓋もありません。一応、宝徳の沈殿を聞いて身の潔白を唱えるなら、再度功を立てさせてみたらいかがなものでしょう。これは、傍らにあった円鵬の鳥なしであった。結局長老は円鵬のいさめに従って。では、 一命を預けておくが、再び前線へ出て対抗を立てぬときは、必ず軍律に照らして、その神戸を陣屋にかけるであろうことをよく胸に明記しておけよ。と、ひとまず許した。宝徳の胸中には、察すべきものがある。彼は往々と楽しまぬものを抱いた。是非なく、再び戦場へ出た。辛いかな。 一実の恩。彼は、あえて無謀な戦闘へ突入した。悲壮な自滅を覚悟したものと見える。短期、敵陣へ深く切り入って帰ろうとしなかった。その時、一つの丘の上に曹操の姿が見えた。曹操はそこから呼びかけた。宝徳宝徳どうして急に犬死にを焦るか なんで我に降伏して大丈夫の命を全うしようと思わないのだ何を宝徳は丘へ向かって馬を踊らせた。まさしく、またなき死での道連れと目をつけたものであろう。しかるに、彼はこつ然と丘の麓でその影を地上から失ってしまった。深さ二十尺もある落とし穴の底へ、馬もろとも落ちてしまったのである。 緑はついに曹操の籠に入ったのだ。宝徳は降伏して、その日から曹操の一心に劣した。伝え聞いた長老は、幼少の言った通りだといよいよ幼少を信頼して、何事も彼に諮ったが、もう南帝も落城し、冠中市外は、僧軍の鉄管に包まれんとしていた。すでに外郭の防御も放棄して、 味方は試算し出したと知ると、長老の弟の長瑛は、全死全状を焼き払おう、と、衝動戦術を主張し、幼少は反対して、速やかに降伏したまえ、と、無血上等を進めた。長老は、天頭の中にも、国財は、民の高血から生まれた国家のものである。私にこれを承棄するは、天を恐れぬものだ。 とよく辞理を分別して城内の財宝総林にことごとく封を施し一門の牢養を連れてその夜二公の頃難問から落ち延びた占領後曹操は勘古の財宝を封印して陛下や略奪から救いそのまま時代の試験官に渡すとなした長老の行いはけだし長老一代の善行と言えよう 神妙な仕方と言うべきだ祈祷を八湯に走ってもし降参するなら一族は保護してやろうと言い送った幼少は進めたが長英は何としても聞かない勝ち目のない交戦を続け我から求めて討ち死にしてしまった残敵を相当しながら曹操が八湯へ出馬してきた折に長老は城を出て ついににその馬前に回復した。もちろん幼少がそばについていた幼少は内心自分の功を非常に高く評価している顔つきであるそれには目もくれず曹操は馬を追って長老の手を取ったそして慰めていった僧輪を封じて平戦から救われたことはまさに天皇の読みすところである曹操はそのお志に対し そっかを、鎮南将軍に封じるであろう。なお、旧神のうち、五人を選んで、列行に加えたが、その中に縁帆の名はあったが、幼少の名は漏れていた。幼少は、密かに自負すらく。俺にはもっと大きな恩赦が、やがて沙汰されるに違いない。と、官中、平定の祝賀日。町の辻に、首切りが行われた。 罪人の首は細々と痩せている。見物人は物を食いながら、早く細首を落とせと面白そうに騒いでいた。恨めしげに罪人は見物人を見回した。なんぞ計らん。それが幼少であった。